トベが提供するセキュリティの奥深い措置、平野仕様と神宮寺雄太の遺跡の舞台裏。こんにちは、コミュニティの皆さん。最近話題の平野仕様と神宮寺雄太の遺跡に関連して、我々は一つの重要な側面を見逃しているかもしれません。それは、彼らが所属する事務所トベがなぜこれほどまでにセキュリティに重点を置いているのか、ということです。この興味深い視点から、 トベがなぜそこまでしてくれるのかに迫りたいと思います。まず、トベのセキュリティ対策は驚くべきものです。オフィスの場所は非公開で、ファンレターの送り先すら明かされていません。なぜなのでしょうか実は、彼らは徹底して稼働しているオフィスの場所を知らせないことで、アーティストのプライバシーを守っているのです。オーディションの秘密主義も相まって、トベの取り組みは非常に堅実です。 一方で、新しい事務所もセキュリティに関して厳格な取り組みをしています。セキュリティカードがないと入れない状況を作り、配信場所やオーディション会場の公開も検討中です。これにより、出待ちなどのセキュリティの過度を防ぐ可能性があります。とべの姿勢には、アーティストを守るという目的だけでなく、過去の怖い出来事から得られた教訓も影響しています。 過去にストーカー行為に悩まされたアーティストもおり、その経験からセキュリティへの取り組みが強化されているのです。これは単なる遺跡の背後にある真実であり、戸辺の真士がアーティスト保護の一環と言えるでしょう。このセキュリティに焦点を当てることで、アーティストたちがクリエイティブな活動に専念できる環境が整えられています。また、 セキュリティによってファンとの接触が制限されることで、アーティストへの迷惑行為も未然に防がれることでしょう。最後に、我々はトべのセキュリティ対策が新しいアートエンターテインメントの形成に与える影響に注目すべきです。クリエイターたちが安心して表現できる環境が整えられることで、多様性と豊かさがもたらされ、新たな才能が育まれることでしょう。 トベのセキュリティ対策は単なる保護手段に止まらず、クリエイティブなエネルギーを引き出す一翼を担っていることがわかります。アーティストとファンの絆を損なわず、かつクリエイターたちが安心して創作に没頭できる未来がトベの取り組みから期待されます。